国の統計によると平成7年末の東京都における在留外国人はおよそ26万人、そして世田谷区ではおよそ1万4000人、ともに10年前と比較して倍近くになっています。文化も習慣も違う彼らとの交流が身近になってきた今、お互いに理解し合いながら生活できる人間関係や環境づくりはますます大切なことになってきています。トゥマン・スジャティ、本当の友達という意味の名称を持つこのグループは、東南アジアからの留学生を対象に日常生活における相談や支援、そして交流会などを平成2年から続けています。会員は関東信越地区に広がり、現在約50名、それぞれが時間をやりくりして活動に携わっています。グループの活動は留学生を迎える準備などで来日前から始まります。その中で気がかりになることの一つが留学生たちの受験です。この日は九州四国地方の大学受験に向かうマレーシア人留学生たちを羽田空港へ無事見送るために、メンバーも朝早くから集合しました。マレーシアの留学生たちは国から派遣され、日本の最先端技術を学び、自国の発展に役立てるため全員理工系の学部を受験します。日本で生活する上で最低限必要な知識や情報を伝えることも活動の一つです。そこで受験が終わり、一段落したマレーシアの留学生たちに野外講習という形でいろいろな体験をしてもらうことになりました。間違ったらこれが取り消しです。バス乗るときはね、この何行くかいろんな番号があるね。一番乗り場、向こうにも入り口が乗る場所がありますから、乗るときはね、こう東京のバスは大体前の方から乗って切符を払うとかお金払って、それで中に乗るようになりますからね。ゴミはその決められた曜日の朝、そうですね、8時ぐらいまでに出すといいんですね。今みたいにこういうふうに残ってるのはもうゴミの車が行っちゃった後に出したと思うんですね。罰金がない。あ、罰金はないけど、ゴミの不法投棄。体験学習の次は砧公園で散策ということになりました。国の花、日本の花は桜でしょ。だから私たちの国の花はハイビスカス。ハイビスカス、ね。何か日本で困ったことありますか？食べ物、ね、やっぱり食べ物です。マレーシアの料理の材料を探すために私たち、池袋まで、それから上野まで行って大変でした。あと食べ物以外では、お祈り、お祈りの時間、はい、するところ、するところ、する時間。何しろ宗教とか全てのことについて違ってますんで、私たちの考えを押し付けるんじゃなくて、彼ら彼女たちのその考え方っていうのを尊重してやっていきたいなと思ってます。お弁当を持ってきました。ね、そう、トゥマン・スジャティの人たち にいろいろなことを教えてもらってとてもありがたいです。何か困ったことがあったら、私はトゥマン・スジャティの家族の人とゆっくり相談することができます。だからトゥマン・スジャティ活動はいいと思います。留学生が地方に行ってもですね、
しもう長く交流できるようにね、そうみんなに願ってるんですけど、いろいろな苦労はあるものの、メンバーにとって留学生たちの情熱を支える手応えと彼らからの感謝は何者にも変えがたいものになっています。計画立ててこれちゃんと乗りますからね。都会では日本人同士の付き合いさえ希薄になっている今、地元に住む外国人たちを地域の一員として積極的に受け入れていこうと活動しているグループがあります。祖師ヶ谷国際交流協会、通称シーファです。彼らは祖師ヶ谷留学生会館に住む約60カ国360人の留学生やその家族たちとの交流を通じて、お互いに異なった文化や習慣を学び理解を深め合っています。現在メンバーは約80名。年間を通じて留学生やその家族のための各種教室やイベントを主催し、普段の生活の中での行き来、さらにトライアングルフェスタという留学生たちを含めた地域挙げてのお祭りにも参加するなど、留学生会館周辺に住む人たち、いろいろなボランティア団体の協力も得て地域に根付いた交流活動を続けています。日本のことについて好奇心いっぱいの留学生たちにとって、季節ごとに行われるさまざまなイベントは彼らが日本の文化を知る良い機会になっています。歴代のこちらの留学生会の会長を務めたあの方々、学生さんたちはそれぞれお国にお帰りになってからも私どもとのコンタクトというのはずっと続けているんですね。で、中にはあのこの留学生会館の例えばアートフェスティバルの時の場合はその期間だけ日本にわざわざ来てそこに参加してというあの学生さんもおります。この日は着物を体験することと並行して日本の煎茶を味わうコーナーも開かれました。おいしい、おいしい。どんな味でしたか？ちょっとおかしな味、ちょっとおかしな味ですね。結構でございますか？結構でございます。ここでポケットなの？いや、知っていますよ。そう、袖の下でしょ。そうです、そうそう。ちょっと違う。世界は一つっていうふうに思ってます。それが一番です。やっぱりあの日本の人たちとそれから世界の人たちと本当に普通に喋って普通に通じてしまうっていうのが、もちろん宗教や何かのことで私たち戸惑いはあります、いろんな意味で。ですけどそれはもう一つだっていう感じは、はい、してます。この日用意された着物はメンバーたちが家から持ち寄ったり地域の人たちが提供してくれたもの。あと1ヶ月ちょっとしかいないけど寂しくないですか？あー、多分あー寂しい。寂しくない、ね、日本って大好き、うん、本当に好き。からより日本もに住んでたい。留学生会館に住むイラン人家族たちの子どもに家庭教師をしている深宮美優さんもシーファの一員。彼女は子どもたちから親しみを込めて美優さんと呼ばれています。さて、どんな先生なのでしょう？優しい先生。なんか分かんないことは手伝ってくれて、なんか覚えやすいように教えてくれるし、こう私のことを拒まないでくれるっていうんですか、すごく私が教えるっていうことを喜んでくれて、まずそれが何より私にとっては一番やりやすかったし嬉しかったです。家族当然当然のものですから。じゃあもう今あまり心配なこともないですか？全然ないんです。これでここを離れたくない。ないわね。
今年も春になって新しい留学生たちが入居してきます。そのためシーファでは彼らのためにここでの生活にすぐ必要となる日用品を準備し来日に備えています。まあ、初歩的というか一番簡単なところで必要じゃないかなっていうのが私たちが感じたところで作るようになりました。ご親しくなってて別れる時は寂しいし、また新しい方がいらっしゃるとまた新しい触れ合いがあって、ね、もうずっと楽しく毎日なんか一緒にいるような感じなんですけども、お料理を教えていただいたりとか、まあ、その国の様子でいろいろ話を聞いたりとかして、なんか直接話をするっていうのは、はい、楽しいですボランティアを通じた等身大の国際交流は、自分たちも海外の多様な文化や習慣を体験するとともに、日本の普通の生活を外国の人たちに理解してもらうきっかけにもなっているのです。こんにちは。こんにちは。540回にわたる風は世田谷で紹介した、数えきれないほどたくさんの人と町の表情や言葉、それは一つ一つが世田谷の顔でした。ありがとう皆さん。そしてさようなら。